はい、カメラマンの石山です。今日は7月の24日土曜日ですね。で、今日はですね、先日エラー60が出てからのことを少し話をしていましたけども、この RF100mm、F2.8L、マクロ、ISUSM、このレンズですね、今 EOS R6 につけてますけども、この状態でエラー60出たんですけども、一度出ていろいろと触ってる間に、エラー60が出る現象がですね、解消されて、それ以降一度も出ていません。で、先日もちょっとだけね、外で写真を撮ってきましたけども、で、今日は家の方の、三脚を使って、花の写真っていうか、もうバラの写真なんですけども、ちょっとだけ撮ってみました。で、結果はですね、何もトラブルは出てません。なので、描写もですね、非常に満足いくものでした。で、やっぱり寄れるし、静かだし、で、マニュアルフォーカスがですね、結構使いやすいですね。それはカメラとの相性っていうのもあるんですけども、マニュアルフォーカスしながらこうリングを動かす時のですね、そのトルク指の動きに対してちょっと敏感すぎるとかね、寄れば寄るほどこう敏感になっていくところがあるんですけど、でもその辺もですね、非常にこうピンとつかみやすかったんで、この辺はですね、非常にマニュアルフォーカスをしていても、ピンポイントにね、ここに合わせたいっていうところで追い込んでいくにしても、指の動き軽くちょっとだけ動かす感じで動かしていけば問題ないかなという感じに、今日は思いました。なので、マニュアルで撮ったりしてますね。で、あとは、カメラ側の設定とかね、現像の設定とか、現像のやり方とかによって画質ってちょっと変わってきたりもするので、それはまたおいおいね、いろいろと、触っていけるといいなと思ってますけども、でも撮影っていうことに関して言うと非常に満足できる一本ですね。あのエラー60は何だったんだろうっていうような感覚なんですけども、非常にですね、これから仕事に出かけるカメラバッグの中にはこれを1本入れておきたいなっていうふうにね、思ってます。大体仕事に行く時のですね、絶対に外せないレンズとしては16-35で24-105、24-70って手もあるんですけど、私の場合は24-105、そして70-200mm にプラスマクロレンズ。今まではね、50mm のマクロを持っていっていたんですけども、それがミラーレスでね、 85mm のハーフマクロを入れるようになったりもしていたんですけども、ハーフマクロっていうところでね、もっとちょっと寄りたいなっていう時も出てきたりすることがあるので、突然ですね、すごく小さいものをしっかりと撮らなくちゃいけなくなることもあるので、そういう時のためにマクロって必要なんですけども、シグマの 50mm マクロがですね、だんだんちょっと古くなってきてしまっているので、次に変わるレンズとしてこの 100mm の方のマクロを持ち出すことが増えるんじゃないかなというふうに思ってます。ただね、画角が 50mm と 100mm だとね、全然違うんで、そこが、どうかなって、 50mm の画角やっぱ好きなんだよなっていうところもね、あったりするんで、両方持っていく可能性は大きいかな。でも、そのもしかすると寄りの写真が必要になるかもしれないからと思っていつも入れているマクロが1本あるんですけども、これから先はですね、この100ミリマクロがその1本になるんじゃないかなっていうような、本当に素晴らしい描写をしてます。ということで、またですね、写真ちょっと今日見ていただきますけども、また積極的に、写真をね、撮っていろいろと見ていただければなと思います。新しい機能のね、SA のコントロールですかね、ボケミのね、調整ですね、そこなんかは、まだ使ったことがないので、自分でもちょっと使っておきたいので、いろいろとその辺はテストしていこうかなと思っております。ということで、ありがとうございました。